もうやだよ。何を言ってるのかね。ちゃんと払って受けなさいね。あんなん受けたら病院っすよ。ちなみにこれに耐えないとハンドボールができないのかね。僕も心が痛いです。このザコども鍛えないとハンドはできないかもね。人のことザコザコ言ってますけど、アゴスコーチは耐えれるんですか。余裕なのかね。これでも若い時は強靭なアゴと言われてたんだよね。それはアゴが強靭なだけじゃ。あんな脳筋なボールなんて余裕なんだね。じゃあ受けてみてくださいよ。あ、今の中の調子が良くないのかね。ビビってんすか。余裕なのかね。お前口の聞き方には気をつけるのかね。さあ始めようかね。大丈夫ですか。来るのかね。ガー、うん、痛いのかね。痛いのかね。ざまあ見やがれ。お腹にフライパン仕込んどいてよかったのかね。ザクザク笑ったらダメじゃないか。そのこと売りやがった。お前も笑ってたの知ってるのかね。お前らが出るな。お前らは今日一日腹筋暴食なかに。お猫せっこだ。最近俺の名前みんな間違えすぎじゃね。よし。おい、なんですか。お前なんか言わせんねん。マジックは連発すんな。あれから減らしたんですけど。まず初心者は基礎を叩き込むが先やろが。そんなん言って羨ましいんでしょ。あ、嫉妬っすか。お前のどこに嫉妬したいんや。これだけシュート決めてたら羨ましいっすよね。まあそんなこすいて使って勝ちたくはないわな。ということで A チームにはだいぶ慣れてきたか。楽しくさせてもらってます。そうかそうか、よかったわ。じゃあここまでしようか。ありがとうございました。おい、帰るぞ。はい、うん、おい、ザッコ。ゼッコじゃ。あ、はい、ごめんなさい。コアモト、あいつを潰す。ま、前で分かったやろ。あの人おかしいんやって。お前から先に潰してやろうか。ごめんなさい。どうしてやろうかな。コウ様の。ただいま。お帰りです。おい、虫か。あ、お帰りです。おい。先輩への挨拶は礼儀じゃ、しっかりしろ。だから挨拶しましたって。わかったな。あ、はい。風呂入ってくる。了解です。許さない。アゴスゴス邪魔なんすけど。何を言ってるのかね。ブロックをかわす練習なのかね。いや、それにしても。これ絶対シュート打ってないでしょ。早く先行くのかね。せっかくハンドいらしてあげてるのに、なんでダメダメなのかね。こんなのハンドじゃないよ。もうシュート落ちないんですけど。お前は兵器以外で必要ないのかね。ディフェンス練習でもしとけね。またですか。ガースガース。ひわたさん、なんだよ。ラクラン君、次行くのかね。ちょっと待ってください。何なのかね。僕はアゴスコーチのシュートが見てみたいです。何を言ってるのかね。いいから早く。いや、待つのかね。こいつらに僕の素晴らしいシュートをつけてるのかね。いいのかね。やるのかね。ありがとうございます。じゃあ僕たち2人の目からぶち抜いてください。それはただの厳しいのかね。コーチって言ってもそんなもんなんですね。どうなるのかね。余裕なのかね。僕たち二人でアゴスコーチ沸騰しましょう。そんなことできるの。お前が吹っ飛ばすだけだ。じゃあ行くのかね。ああ、このビルは関係ないのかね。すいません。何をしてるのか。ディフェンスの練習してたらこっちに来たので。お前なんで龍を荒らしてん。何の話をしてるんですか。よし、ここでしょうか。ちょっと今日終わるの早くないですか。今日はそういう日にしようと思ってな。休むことも立派なトレーニングだ。わかりました。今日はお好み焼きの半額セールやからっていうのはこいつには絶対言えんな。ただ僕は体が鈍りそうなので外で走ってきます。おお前らも上がってんぞ。はい。鬼の監督、どうしたんや。お好み焼き好きでしたよね。まあ人並みにはな。寮にお好み焼きあるんですけど、いりますか。え、もらっていいんか。買いすぎちゃって余っちゃったんですよね。そうなの。じゃあついでに寮の様子を見に行こうか。まみたり散らかしてないよな。綺麗にしてるんで大丈夫です。じゃあ行きましょう。これがお好み焼きです。おお、ええお好み焼きやないか。ほんまにお好み焼き好きやな。あとは部屋の様子を見せてもらおうか。あ、はい。うわっ
なんじゃおりゃ。明らかに誰か荒らした後ですね。誰がこんなことするんや。いや、でも確かに掃除したんですよ。ということは一人しかいないんじゃ。最近僕に上がったりしてピリついてたんで、そのストレスでってありえますよね。おい、小山田。はい。お前なんでルール荒らしたんや。いや、俺は走り込んでから周到練習を。みんなが住んどるところやろうが。いくらなんでもやりすぎや。何の話をしてるんですか。寮から出て行け。話を聞いてください。おい、出て行け。お前なんでルール荒らしたんや。何の話をしてるんですか。おい、出て行け。何笑っとん。あの真面目なキャプテンが急に寮を荒らすわけないじゃん。え、寮を荒らしたのはこの僕だよ。なんでそんなことすんねん。あいつを消すためだけど。何回あいつに邪魔された。もう我慢の限界だ。消してやる。そんなんやって普通の学校生活なんか送れへんぞ。それはお前の仕事だろ。一旦集まるか。はい。はい。やっぱり来なかったですね。寮にも帰ってこなかったですし。寮を荒らしたあげく無断欠席なんてキャプテンとして終わりですね。昨日俺がブチ切れてしまったのが原因や。あいつの話も聞かずに。もういいでしょう。あいつはそういうやつだったってことですよ。いや、なんかわけがあったはずや。確かに試合前にピリついてたり目につくとこはあるが、意味もなく寮を荒らすじゃない。俺が信用ってやつか。すごいな。とりあえず今は帰ってくるのを待ちましょう。あの人は絶対帰ってきますって。お、嘘やな。これはひどいな。ん？これはあの人は絶対帰ってきますって。これはおいお前。えっ、何僕を抜いてんだよ。練習中やから。今言い返した。今練習中やから。覚えてろよ。ちょっと探してくるわ。おい、なや。みんなで待っておこうって決めたじゃないですか。守りましょうよ。それもせやな。あいつは絶対に戻ってこない。僕の勝ちだ。おい、レイ、やってくれたな。ゴーンさん。なんで。なんでって。俺はヤクルハンドベやからや。ゴーンと戻ってきてくれたわ。無断欠席すいません。いや、ええや。俺も話聞いてやれんくて、すまんかった。ところでレイ。何ですか。寮荒らしたお前やろ。何のことです。これ、お前の髪の毛やろ。寮に行ったら髪の毛ぐらい落ちるでしょ。こんなにか。落ちてる髪の毛の写真も撮っといた。どういうことやレイ。お前が荒らしたんやな。白状しろって。お前言え。覚えてろ。いいじゃん。あいつが全部仕込んでたんか。喧嘩売る相手間違えんなよ。武器使うなしでしょ。このフライパンを貫通できないやつは A チームに行く資格がないのかに。誰が行けんねん。じゃあ次は僕が行きます。ちょっと待つのかね。怪我するのかね。武器あるからできるんじゃないですか。うるさいのかね。ナギ君は練習する必要ないのかね。そんな。お前はディフェンス練習でもしとけね。はい。ゴース。じゃあ続きを。もしもしなのかね。またなのかね。前もしたのかね。よし、わかった。お前をリヘドが出るほど地獄の講習会に招待する。冗談ですかね。人が向かいましたのかね。ちょっと僕たち何したらいいんすか。なんかちょっと適当にしとけね。どうしましょう、楽長くん。いや、僕に聞かないでくださいよ。まだ帰ってきたら地獄の練習なのかな。わかりました、ちょっと待ってください。なんかいいのないかな。やっぱコーチ倒すには凪さんのボールしかないっすよ。はぁ、めんどくさかったのかね。ガースガース。うわっ、何をしてるのかね。いや、凪さんのボールなれよう思ってディフェンス練習してます。いい練習なのかね。次行けね。凪さん今です。無駄なのかね。僕にはフライパンが。あいつまだ持っとったんかよ。うわ、痛いのかね、痛いのかね。ついにやりました。やったよ。ざまあ見やがれ。おらこ絶好だ。俺水族館おらんぞ。よし、今日はここまでしようか。まだまだ今日も早いですね。今日は鍵やかしゃあないんや。まもちか早終わったし、コンビニでも。俺どこ行った。
どうも、マモシカです。最近マモがハマっているのは、練習終わりのお菓子です。お気づきの方もいるかもしれませんが。なるほど、影が薄いです。でも、別に気にしてません。本当はムカついていますが、お表に出さないのが大人です。何やねん、お前。ぶつかってきたのは、そっちなんです。何や、この陰キャは。謝れ、です。ちょっともうイライラしそうから、もうあっち行って。謝れって、言ってるんです。うっちゃいねん、消えろ。パペに、言いつけすぎます、です。何やねん、あいつ。すいません、練習で少し遅れました。すいません、すいません、申し訳ないです。ダメじゃないですかね。こんな大事な会議を遅刻してたのに。おお、すまんすまん。おお、PTA 課長。久しぶりじゃないのかな。どうもどうも、ご無沙汰しております。まぼさん、会長のありがたい言葉を聞くのかね。この旅の遅刻、本来だったら、ねなんだけどの。ちょ、待ってください。部活でサボる奴がいたり、内部崩壊をしようとする奴がいたり、お前らの部活、ぶっ潰してやろうかな。申し訳ありません。まあ、私も鬼じゃないの。条件を二つ飲んでくれたら、なかったことにしてやるの。条件というのは、この基礎監督や。あのキーパーを B に落とせよ。おい、タコ。絶好だ。それ言わな気が済まんのか。おいら集まれ。はい。まあ、よく言うてんねん。いきなり何ですか、鬼の監督。いいから黙ってき。お前らの中に一人 B チームに降格のやつがおる。いや、いきなりすぎませんか。まあ実質俺は永遠に A チームやからええけど。普通入れ替え戦とかあるでしょ。うるさいねお前。マジかよ、最悪や。フォアモスさんはハンド全国クラスやし、キーパーはマモチカしかおらんし。じゃあ俺やんか。じゃあ発表するぞ。お前や、マモチカ。なんでなんですか。あとは B チームから誰をあげるかやな。 B を言ってください。どうせお前裏でお菓子が食べたやろ。どうせってしょうがないでしょ。俺が B って言って B じゃ。それだと A チームにキーパーがいなくなってしまいます。俺からキーパーを削るから、ちょっとの間の我慢や。ほら、草監督や。ああ、私も鬼じゃないの。条件を飲んでくれたらなかったことにしてやるの。条件というのは、あのキーパーを B に落とせの。いや、理由もなく、それはさすがに。理由は簡単だの。息子にぶつかっといて、うっさいねん、消えろって言ったみたいだの。どう思う、アゴスコーチの。ごめかせろですね。で、どうするの。わかりました、落とします。